暇なんでメイクをやっていこうと思います。すっぴんむちゃブス、ぶっちゃブスなのは言い始めたことじゃない。よしやっていこうメイク。あれちょっと待ってよ。よしよし、ではでは。そう、いや別にどこにも行かないし何もしないんだけど、ショールームのためにメイクやっていきたいと思います。ちなみに下地はこのポール&ジョーの下地、もうこれずっと使ってる。全然減らへん。そう、全然減らないね。デパコスですけどすごくコスパ良き。ドン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 。はい、そう、なんかこのさ時間みんな3時のやつタイムとか、もうちょっとで5時やからな。3時おやつタイムとかですか。指でぬりぬりしていきます。3時のおやつタイムおやつタイムとかって聞いて、そんな有意義な時間はないか普通。寝れた。よっしゃ。ちょっとさ、先にさ口を軽く塗るわ。なぜなら真面目に血色なくて顔怖い。あんたリップなんかさちょっとマシなんだ。口の色がなさすぎてマジお化けなんだけど顔ほんだら私は本当にクマがひどいので、先にファンデーションする前にこのキャンメイクのやつでクマだけ塗ります。もう色素沈着しすぎて治んないんですよこのクマは。まあ、メイクしたところで治ってないんですけど、とりあえずね気持ちだけでもね隠しといた方が。こんな感じに塗ったらちょっとマシになったでしょ。これをポン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 って指でポンポンしていきます。あ、全然マシになってないなまあいいや。そしたらファンデーション、ファンデーションはこのケイトのファンデーションを使います。マジちょっとでいい。もう本当にこんぐらいぐらい、こんぐらいあれば十分。これを薄く伸ばしていきます。てんてんてんって置いてね。とりあえずもう薄く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 で良いのです。これをもうのちょびっとをもうとりあえず顔中に広げていく。ほんならこのクッションのパフで伸ばしていきます。こんな感じ。ポン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 、ひたすら叩き込んでいく。化粧水とか見せるの恥ずかしくない。もう恥ずかしいけどね、もう言うてすっぴんもねワンチャン普通にね出てるんですよね世に。だからもう何も思わへん。まあただすっぴんブスやなとか、女は化粧で化けて怖いなとかよく言われるのが悲しいけどね。まあでもね言うてね、可愛くなるために努力している女の子や男の子はね、本当に素敵だと思う。そのコンプレックスとかを化粧でこうやってカバーして頑張ってる人は本当に素敵だと思います。そう、こんな感じでファンデーション塗った。オッケー、ほらちょっとお肌が明るくなったでしょ。こんな感じ。メイク教えてくれる人とかいうのいないから、もうひたすら私はわかりんさんとか美容系 YouTuber さんすごく好きなので、そういう方を見てこうしようかなっていうのを学んでる。でコンシーラーザ・セムのコンシーラー。そういえば一気に顔色良くなってる。やっぱファンデーションするだけでね、一気にね顔色は本当に良くなる。あとはこのコウコくんとことこ、これめっちゃ負けるんですよね。あはは、ほんわかした気分になるゆいなの配信見てると、ありがとう、よく言われる。それ頭にお花畑、頭にお花畑、よく言われる。まあもう化粧したとこでどこにも行かへん。なんならもう昼ご飯とかすっぴんで買いに行ってきてしまったからさ、特になんもないんですけど、なんか男の人とかでもそれこそファンデーションだけするとすごくお肌綺麗になりますよ。俳優さんとかでも化粧してなくてもファンデーションだけしてる人って多いじゃないですか、やっぱ肌を綺麗に見せるために。だからね、それと一緒、ファンデーションだけでしてもいいと思う。もう私クマがひどすぎて、このコンシーラーだけでクマは隠れまへん。もういい、諦める。私は基本的にここでクマを消すのは諦めます。消えないんで。あとニキビだけ、ちょっとニキビ跡がね、ニキビできちゃってね、ニキビ跡になっちゃったの。それだけ消すね。基本的にニキビ跡すらめんどくさくて消さないんですけど、もう消えないしね、言ったとこで。もう気持ちです。ねえ見て、なんかすごい髪の毛適当に結んだからめっちゃボサボサなんだけど、なんかうち化粧するときはこうやってだいたい髪の毛ねくくっちゃってることが多いです。こうやってくくった方が邪魔にならないからね、最高。はい、ほんだらお粉を押していきます。このお粉はね、なんか私こういうケースにね、普通のやつめちゃくちゃ大きいから持ち運べなくて、ちっちゃいケースに入れ替えてやってるから、これどこのブランドかわかんない、忘れちゃった。で一回手にこうやってやって、ゆりなはツヤ肌あんま好きじゃなくて、もうどっちかっていうとマットが好きなので、マット肌が好きなので、お粉はたっぷりしていきます。ツヤ肌ってツヤツヤしたお肌じゃん、じゃなくて私はマットが好きなんで、お粉はめっちゃ振ってポンポンしていきます。あと今はマスクするから、ツヤ肌だとねマスクってすごい寄りやすいらしくて、だからすごいマスクするはやっぱりなんかマットの方がいいらしい。だからマスクするこの辺とかをね、たくさんお粉を塗った方が取れにくくなるし、よれにくくなるらしいと聞いたので、とりあえずめっちゃ普段こんなにお粉しない。今ショールームだからめっちゃお粉振ってみてるけど、普段はこんなにお粉しません。普段はわりかしピピピーって感じ、痛い、ピピピーって感じです。よし、できた。ベース、下地、めっちゃクマひどいな、本当に。なら次はこの上からさコンシーラー塗ったりすんねんけど、たまに。そう、ちょっとやってみよう。でもね、よれちゃうからね、めったにしないんだけど、たまにね。てか今日ね、朝洗濯も入れて、こう電源オンしてで、入りボタンを押したつもりだったんや、んか。でもさ、それが多分ちゃんと押せてなかったんやろうね。押せてなくて、入りボタンが。で、なんかすごい1時間ぐらい経ったから、よし、干そうと思って見たら、回ってなくて、どういうことと思って、もうスイッチ押してなかったっていうね。そうなんですよ。もうびっくりじゃない？と、この目の下に、キャンメイクの、マシュマロフィニッシュパウダーをこう まぶたのここね、もうねあれしちゃうから。ちなみに今日は普通にまつげまで上げないメイク、普段の私のメイクをやっていきます。はい、そう妙に静かだなと思わんかった。いや基本的にね、あんまり分からんかった。確かに洗濯機の音はしないなと思ったけど、今日は静かなんかなって思ったりもしました。じゃ続いてチーク。チークはこのセザンヌのチークを使ってます。これはもうね2個目、ピピピピってリピートしてます。ブラシにとって、私は基本的ブラシをで塗るタイプの人、なんかブラシじゃなくてその結構いろんな練りチークとかいろんなのあるけど、うちは粉のチークが好きで、うちは結構もうこの目の下、ここからチークをがっつり入れちゃう。で結構丸い感じで入れる。この目のもう本当に下、クマにかぶせて入れちゃいます。チークはね何が正解なのかあんまり分かってないんで、結構こんな感じですね。ほんで頭と顎にも入れます。とりあえず私血色が顔に本当にないので、とりあえずチークはむっちゃ入れる。私よくチーク濃いねって言われるんだけど、いいんです、顔が赤くならないのでチークは必需品。そしたら次ハイライト。ハイライトはセザンヌのハイライト、もうそこ見えてきてるけど、こちら使います。まずおでこ。でもハイライトあんまりねテカテカするからあんまり入れない。ほんまに軽く気持ち程度ですね。そしたら顎、そして目のここのとこに入れます。ここは指でね絶対入れます。あーつきすぎた、あーつきすぎた。ここなんか入れるとねパッとね顔が赤くなるらしいです。ちょっとあんま分かんないですけど。そして鼻の先っこにツンツンと、んでこの鼻筋にささーっと。あんまやるとね鼻なんかすごいハイライト入れてるように見えちゃうんだよね。私鼻を高くしたいのに高くすることを許されない。そしたら次眉毛。眉毛はこのケイトの眉毛使ってます。これね、ならまず一番明るいとこと暗いとこのをこの付属のブラシでこうやって適当にフィフィフィって。私ね地眉毛が結構しっかりあるから、もう本当にないとこ足していくって感じ。とりあえずまずふんわりこうやってやってでね、なんかうちさ眉毛サロン行ってみたいんだよね。なんか眉毛自分でやったらさ右と左の眉毛の太ささ違うの失敗しちゃったんだ。そうでこれで一番薄いとこを取って軽くノーズシャドウも入れます。まあノーズシャドウは本当に適当ですね。なんかあんまりノーズシャドウのやり方わかんないんで、とりあえずなんか鼻にススッと剃ったら鼻高く見えるのかなみたいな、こんな感じ。そうはい OK で手でぼかす、もう塗ってる意味ないぐらいのちょっとハイライトも手でそぎ落とす。よし、そしたら一番黒いとこと真ん中を混ぜて足りないとこを足していきます。足りないとこっていうか薄いとこをちょっと足して、こんな感じ。もともと高くはないんだよね。そんなに低くもないけど高くもない、可もなく不可もなく。はい、こんな感じ。はい、眉毛描けましたね。眉毛めっちゃ早いよね描くの。なんかちゃんとした描き方マジで教わりたいなってすごい。めっちゃ早いよね。うちもう終わるんだけどメイクやばくない？マジ普段のメイク超早い。20分もあれば全部できる。じゃあちょっとそろそろここでねあれだから、口だけちょっと途中で塗ります。ちょっとリップを取って、これはロム&のフィグフィグが好きで、もうこれ3本目、リピート3本目。いえ、あ、やばい。れティンタやからね、いい感じ。口塗ったらだいぶお顔がお健康そうに見えたやろ。そう、こんな感じ。そしたら次は何やったっけな、次何すんねんかいな。あ、アイシャドウをします。アイシャドウはまず最近買ったばっかのキャンメイクを使っていきます。これのここを二重幅よりちょっと 深め広めに塗っていきます。前までこっちの19番キャンメイクのこの19番を使ってたんだけど、見てよ、もうないのよないでしょ。そう、なくて、そうだから私の買ったの。そう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 、これ最近これです。毎日やっぱりね、さすがにね、こうあれしちゃうのはなぁと思って。そうそうそう、だからね、そうなんですよ。じゃあやっていこう。この辺は全部もう全部ニュアンスですね。何がいいんですかね、なんかそういうのあったら。あ、やべ、塗りすぎた。教えていただきたい。はい、ほら赤ピンクになったっしょ。あ、そう、アイシャドウも私筆で塗るタイプですね。結構いろんなタイプの人が指とかあるんですけど、私は筆は好きです。はい、ほら目の色が変わったでしょ。そうしたらもう片方こっちも塗ります。二重幅よりちょっと広めにね塗らないと、二重幅だけだったらね消えちゃうんですよね、色が分かんなくなっちゃうから。そうで、このまんまでもいいんだけど、ちょっと濃いからこれじゃあ私にとって、なのでちょっとさっきと違う大きい筆に一番この明るいとこのやつを取ってぼかしていきます。ちょっとグラデーションっぽくね、ぼかしていきます。だいぶこれで薄くなります。境目がね薄くなるので、ほらさっきより薄くなりましたでしょ。そうそう、こんな感じでぼかしたら、次はあれキラキラ、次はこのミシャのこの超キラキラのこれをまぶたに塗っていきます。まぶたのお目目の出てるとこ、お目目が一番高いとこに塗ります。これでキラキラーって、わ、なんて素敵なキラキラってなります。はい、 OK。 ほらキラキラー、伝わるかな、分かんないけど。したら次はと、このセザンヌの一番明るいところをチップに取って涙袋に入れていきます。私涙袋ないので、涙袋欲しいんですけどね、涙袋がないので、これで少しでも涙袋がぷっくりするように頑張ります。気がついてる。でもちょっとね、これを入れることによって涙袋らしきものがね、わかる？出てきてるの。そう。そしたら次はこのケイトのダブルライナーかな、ダブルラインエキスパートってやつ。これで涙袋の影をかけます。こんな感じ。そしたらちょっとわかるやろ。そしたらこれだと線ってなっちゃうから、さっきのケイトの眉毛のやつの一番薄いやつでこれ描いたのをぼかします。はい、ナチュラルな感じになった。はい、したらこんな感じでぼかしたら、次はアイラインを引いていきます。いつもね、不老不死の不老不死ちゃうか、もう変わったか、品名渦の使ってたんですけど、それがなくなっちゃって、ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナー03番焦げ茶を今使ってます。ちょっとねなくなっちゃったから、代行で薬局で売ってたの適当に買いました。そうで、これをアイライン引いていきます。でアイラインはゆいなは二重幅がそんなに広くないから細めに引いていきます。二重幅がね、広い人は太く引いてもいいんですけど、私はあんまり二重幅がないのでこんな感じ。もうほぼほぼ細いでしょ、こんな感じ。でもこれでね、引くのと引かないのでは目力がだいぶ変わりますからね、大切。私は右と左で目の形がやっぱりね、人ってさ、顔って非対称なんですけど、私もむちゃくちゃ非対称なので、こんな感じ。引けたアイライン薄く引いたら、そしたら目尻は私は下げ目、垂れさすのが好きなので垂れさせていきます。ただアイラインは本当に苦手ですね。普段はそんなに長くないな。パフォーマンスの時は結構長めに弾くんですけど、普段の時はそんなに長めには弾かないです。マジメイクしてる時の自分の顔ってブスよね。こっちはいつも長くなんねんな。なんででしょう。なんか見え方なんかな。こんな感じ。はい、こんな感じで完成。そしたらこのまんまだったらすごいラインですって感じじゃん。だからリンメルのこれの一番黒いところでぼかしていきます。さっき塗ったところをこの黒いのでぼかして、アイラインを薄く。そしてこれでちょっとこうアイラインを太いように見せるみたいな感じかな。ちょっとあんまりでも結構その時のね気分によってメイクはコロコロ変わります。これやらない時もあるしやる時もあるし、こんな感じぼかしたらあんま分かんないかな、みんなはこんな感じです。そう、そしたら目尻も軽くねぼかします。これでぼかします。ぼかしすぎたらまた後で足せばいいんで、何でもどうにでもなるんでねでこにシワ寄ってんだけど自分やばいやばい、でこにシワこかよし。さあもうほぼ終わりよ。あとはねめっちゃ早いうちこう黙ってやってたらまず15分ぐらいでマジ全部終わるからね。そう、あとは目尻のとこに、色を入れていきます。どうしよっかな、結構その日によって色は違うんですけど、まあいいや。じゃあ今日はもう同じこのキャンメイクのこの下の2つを混ぜて入れていきます。ここにね、ここの目尻のとこに入れていきます。2つの色を混ぜてこの三角形のとこに入れます。こんな感じ。ちょっと上にもね色をつなげるために同じ色を入れます。ちょっと今日めっちゃ濃いけど、まあ、濃く入れたらこんな感じ。もうちょい薄い時とかもあるね。昨日は結構薄めに入れてたけど、今日はちょっと分かりやすくがっつり入れますね。こんな感じ。はい、できた。そしたら目尻にね色をこうやって入れたら、そしたら次は涙袋にキラキラをさっきでまぶたのと同じこのミシャのキラキラを涙袋の高いところに入れます。これはいろんな色のキラキラが入ってるので本当に可愛い。なんか筆タイプのさ今出てるやつも欲しいんだけどね、買おうか迷ってんだよね。どうしようって感じ。完成。これでもう完成です。ゆいなちゃんもメイクは終わりました。フェイスは終わりました。じゃじゃーん、ほら涙袋がキラキラになりました。今日のメイクはちょっと濃いですね。ちょっとメイク濃いめ、今日はちょっと強めですね強めになった。今日は、昨日はめっちゃ薄かったんだけど今日はちょっと濃いめですね。まあいいでしょう。配信だとね結構色が伝わりにくいからこれぐらい濃い方がね伝わりやすいかも。そしたら色を口ねラストもう一回フィグもう一回塗ります。真ん中だけよし、そしたら手で伸ばす。なんかちょっと唇が私薄いので軽くオーバーリップ目の方がいいと。なんか陣中が短い方が人って可愛くなるらしくて、私唇も薄いのでちょっと本当にお気持ちオーバーに塗ってそしたら次はのキャンメイクの02番のこの色を真ん中にだけ塗り足す。はい、こんな感じ。まんまんまんま完成、完成です。できた。はい、こんな感じで完成しました。じゃーん。私の顔面どうですか？こんな感じです。これが普段皆さんが見てるゆりなちゃんのお顔ですどうですか？もう前髪がとっちらかっとりますけど、いや前髪とっちらかりすぎやろ。ちょっと前髪はねまだセットしてないからね、とっちらかっとりますけど、前髪やばすぎん？ちょっと癖やばすぎん前髪前髪やばすぎ問題。まあこんな感じです。ちょっと前髪朝からセットしてない。ノーセットですけど、髪もノーセット。そう、どうですか？まあちょっと前髪ねまだセットしてないから長いんですけど、まあ、こんな感じですね。イエーイ。もうハネリピンで留めちゃう。まあメイクをしたらこんな感じになりました。いい感じですか？久しぶりにメイクショールームした気がするね。まあこんな感じですね。基本的これに普段イベントとか劇場とかコンサートがあったらまつげをマスカラしてグイーンって上げてる。まつげもやるとまたねだいぶ私印象変わるんですけど、そうまつげをやるかやらないかでだいぶ顔の目力がもっと強くなるんですよね。まつげやっちゃうと本当にメーンって感じになっちゃうから、そうなんですけど、まあ、普段はこんな感じですね。はい、普段は基本的こんな感じのお顔で生きております。そうですね。あ、この時点で目力かなりある。そうかな、そうかな。この時点はあんまりないかな、分かんない。でも目力は強いねって確かに昔からねよく言われる化粧すると余計にね。そうなんですよ、余計にねなるんですけどね。そうこれね本当にマスカラするとマジ顔怖いかも。どうなんだろう。そんなでも最近まつげめっちゃ昔みたいにもうすごい塗ったり、あ、結構ナチュラルなまつげに最近転換してるからそんなことないと思うんですけど、最近結構まつげが上がってる日が多かったと思うんですけど、まあ、ちょっとそうやることがあったからそうなんですけど、そういう日もあったと思うんですけど、そこまでじゃなくて言われないとさ気づかれないレベルくらいだった気がするんですけど、普段はねまつげはあんまり上げないですね、基本的に。そう普段はもうここまでのまつげが、終わりって感じ。これで完成。これで遊びに。最近は遊びに行かないけど、ここでスーパー行ったりとかするかな。まあ、今日ショールームしてるからわりかし毎日化粧はしてますね。うんっていうのはあります。そうなんかねまつげがそんなに長く今ないから、なんて言うんだろう、まつげをマスカラをこうしてる、上よく見ればまつげが上向いてるからあれなんだけど、二重幅までしかまつげがないから上向けた時に、だから遠目で見るとその二重幅のアイラインとそのまつげが結構一体化してね、この辺が濃く見えるんだけど、近くで見たらねそんなことないんですけど、やっぱりある程度遠目で見るとねそこが一体化してね、どうしてもそういうちょっと濃ゆくね見えるらしいです。なんでですかね、まあ、それちょっと分かんないんですけど、私もまつげが短いからでしょうね、単純に。そうなんですよ。なんかいっぱい出た。いいか。そう。なんかメールの写真とかはね結構ね近くで撮るの多いからわかるけど、普通に見るとねやっぱり一体化して見えちゃうからどうしてもそう。見えますよね。まあもうそれは仕方ないことだとね思います。うんそうよね、近くで見ることないもんね。うちも近くで見せることないもんないよね、普通にないわ。そうだから仕方ないっす、それは。そうなんか常にまつげが綺麗に向いてる時もあればそうじゃない時もあるから、その辺はねまあよりけりだと思います。テロップ消去。そう。やっぱねそれは仕方ないですし。なんかちょっと待ってよ。ねえ、すごい。まあ、今日はメイクをしようという配信だったんですけど、あ、そうだ、これさ、モデルプレスさんのさ、全員わかる AKB48 目元クイズってさ、これみんなやりましたか？私結構さ、わかるって思ったんだけど、1番がさゆきりんさんでしょ、2番が横山さん、3番がななさん、4番がゆいりさん、5番がさとちゃん、6番がズッキーで、7番がゆいゆい、8番がりんりんで、9番がこれ9番わかんない、誰だろうって、なんか5番と9番がすごいどっちかさとちゃんだなって感じになったんだけど、で10番がカトレナさんで、11番がレイちゃん、12番が峯岸さん、そう9番だけすごい微妙、あ、5番ミーヨンさん、確かにミーヨンさんっぽい、あ、ミーヨンさんっぽい5番、確かに。じゃ9番誰？ 9 番がさとちゃんとか、ねえ、なんか5番か9番がどっちかさとちゃんかなって思ったんだけど、なるちゃん、9番なる？なるなんや。あ、でもなるって言われればなるっぽいけど、なんかすごいさとちゃんとちょっと目似てるね。なんかなるはもうちょっと目が丸っこいイメージだった。多分笑ってんのかな、これ多分ニッてしてるから目が細くなってんのかもしんない。普通にしてたらなるは目がもうクリックリのまん丸だから、本当にかわいいかわいいかわいい。笑ってんのかもね、ちょっとニってしたら人って目なくなるじゃん、こうやってやってる時よりか。その時の写真かもね。確かに確かになるっぽいわ、9番。いや、みんな結構さ特徴的だよね。レイちゃんはさ瞳の色素がすごい薄いからそれすごい分かりやすいし、ズッキーもすごい分かりやすい、ゆきりんさんとか峯岸さんもとか横山さんとかもすごい分かりやすい。結構これは簡単な方だなっていう印象はあった。どう？みんなも結構簡単だった？なんかさ、なんかネモスかなんかでさ唇の形でさメンバー当てるみたいなやつあったじゃないですか。あれはむちゃくちゃ難しかったけど、これはわりかしね、そうかなって思ったりもしたのよ、個人的にね。なるがちょっと難しかったな。なるとみーよんさんがちょっと難しかった。言われればあーみーよんさんってなるし、そうそうそう、結構目はね特徴的ですもんね、結構ね。何にするにしても、あ、前髪がカッコンと折れちゃった。後で直すのめんどくさいんだな。そうなんかね、そういうね楽しい、そういうの。そういうの楽しいですよね。そう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 、じゃあね、久しぶりにお食事御殿します。まあね、目ってね一番特徴的だと思う、すごく。口と鼻はね結構分かりづらい。鼻とかマジで分からんだろ口と目とかは分かりやすいけど、目が一番分かりやすいかもね。ね、それはあるか。あ、間違えた。じゃあ教えて御殿ね。先日マダム・タッソー東京に行ってきました。どれもめちゃくちゃリアルすぎてすごかった。でも今にも動きそうでちょっと怖かったかも。ゆなちゃんは行ったことありますか？ゆなちゃんのなんとか人形もぜひ作ってほしいな。行ったことないですね。すごいリアル、めっちゃ。すごい本人みたい。すごいんだけど。人形でしょこれね。あれだよね、メンバーがツイッターとか載せてるやつだよね。なんか若手メンバーみたいなのが行って、なんかうんちゃらかんちゃらみたいな言ったよね。行ったことないわ。すごいリアル。じゃあ次、ゆりなちゃんこんばんは。もうすぐクリスマスですね。もし今サンタさんがゆりなちゃんの前に来たらどんなプレゼントが欲しいかな。小さい時に一番欲しかったクリスマスプレゼントあるかな。今サンタさんがゆりなちゃんの目の前に来たら何が欲しいですか？そうですね、何が欲しいんですかね。もう欲しいものは本当にたくさんあるから、何って言われてすっごい困るんだけど、何が欲しいんだろう欲しいものはたくさんあるんだけど、いざって言われるとマジ何が欲しいか分からへんな。一つっていうのが難しい。そう、一つが難しい一つってむずない？まず一つはそのロングブーツ、普通のロングブーツで、一つはそのゆりながずっと欲しいって思ってたけど結局買わなかったバケットハットが欲しい。そう、あとはトースター。そうそうですね。そうかな、今欲しいのはね。そうそう、結局ね買おうかね迷って、結局ね前回も行った時また買わなかった。迷った結果買わなかったですね。ずっと悩んでるやつがあるんですよ。もう何ヶ月悩んでんのって感じぐらいずーっと悩んでるまあ安いの買おうかな。それ高いから。めっちゃ形が可愛いの、すごく。そうで、でも結局どうしようかなって思う。もう安いバケハを買おうかなって思ってます。だって来年の冬入るか分からんしさ。冬しかモコモコなんですよ。そう、モコモコっていうかふさふさだから、その冬のシーズンでしかかぶれないんですよ。そうだからちょっともったいないな。だったら安いの買った方がいいかなとか。そうなんですと思って今日買わなかったかな。次ね、毎日のおやつになっているチョコエッグを開けたらチョコの卵が割れてショックなんだけど、ちなみに中はお寿司のキティちゃんでめちゃくちゃ美味しそうでした。りなちゃん買ったものを開けたら壊れたとかピエンの出来事ありますか？開けたら壊れてた？なんかありそうやけどね、結構あんま覚えてないかもしれない。そうチョコエッグの卵が割れてってどういうことなんやろ。チョコエッグの卵、分離したってことかな。このフィギュア割れるはずのないもののところが割れてしまったってことだろうから、それは悲しいね。でもね、なんだろう、開けたら壊れたのも結構あるからな。なんか買ってちょっとしてなのに壊れたとかはすごくあります。でも何言ってるとちょっとあんま思い出せない気がする。うん、そう。じゃあ次、昔に比べると着る服が変わってきたと話していますが、食べ物や飲み物変わったかなって思いますか？少し前まではいちごオレとかよく飲んでたけど、最近お水をよく飲んでるのでだって。そうですね、でも確かに変わったなって。服以外とかだともう本当に昔ってどこまで昔と比べればいい？うん。じゃあ8に加入した当初と今を比べますね。そしたら食べ物で言うとチョコレートを食べる量と頻度は明るさまに今の方がすごい多いです。昔も朝が私菓子パンでチョコスティックパンばっかだったので、チョコとかよく食べてたし、でまあ握手会とかあるとブロックチョコが置いてあったから、それをよくは食べてたんですけど、でも今に比べて、今はなんなら朝も菓子パンだし、間にチョコレートも食べてしまったりとか、明るさまにチョコの摂取する量が明るさまに今の方が断然多いです。だから将来もうなんなら糖尿病かもしれない。すでに糖尿病ってね、なると本当に大変らしくてやばいんですけど、もう多分完全に糖尿病だと思います。私はもう多分なってんじゃないかなって思うぐらい食べる量むちゃくちゃ増えてしまいましたね。そういう面では結構やばいなって思うところではあります。ちっちゃい頃からずっと食べてるので。でそうですね、他にだと確かに昔本当にここ1年前までとかは、私は基本的にジュースがすごく好きでジュースをたくさん飲んでたし、で飲み物もお茶が好きだったので、お茶とジュースって感じ。朝はジュースでご飯食べる時はお茶、それ以外基本的にジュースっていう生活をしてたんですけど、1年前ぐらいからすごいやっぱお水の方がいいよってすごい教えてもらう、メンバーにもすごいお水の方がいいって言われたので、肌とかも綺麗になるらしくて、お水の方がダイエットにもいいって聞いたので、最近はジュースもたまにやっぱり欲しくなるので飲む時もあるんですけど、基本的にお水が多いですかね。ご飯食べる時もお水だし、そうですね、朝は白湯飲んだりとか、最近ここ1週間前ぐらいからなんですけど、白湯飲んだりとか、寒いんで朝がしてたりとかしますね。うん、でもその分多分ジュースを水に変えたんだけど、チョコレートを摂取する量が増えてるから、正直あんまり変わってないし良くはないとは思うんですけど、そうですね。あとまあ断然野菜を食べる量は増えました。どうだろう、給食でもちっちゃい頃も食べてたしな、言うて家でも食べてたし、そうですね、まあ今は食べれる野菜しか食べない、給食だと嫌いな野菜ですら食べないといけなかっただったんですけど、今は自分が食べれる野菜しか食べないので、その辺はあんま変わんないんかなまあ言うて強いて大きく変わったのはそこの2つぐらいかなっていうふうに自分では思いますね。次、ゆりなちゃんもオルゴールキティちゃん集めましたか？ゆりなちゃんオルゴールはね持ってないですね。オルゴールは持ってないし、オルゴールキティちゃんも持ってませんね。集めてもないかな。かわいいねこのキティちゃんのオルゴール。ちょっと音鳴らせないからオルゴール聞けないんだけど、めちゃくちゃかわいい。すごいこんなんあんねんな今時。すごいですね。じゃあ次続いてね、続いて8のコースターにコーヒー8くんのこんな入ってたやつのねコースターにコーヒーをこぼしてしまいました。それ悲しすぎる。しかもめっちゃシミになっとうじゃん。漂白剤で洗って無事きれいになりました。洗ったら綺麗になったんだよかった。素材的にさ洗ってもさ漂白しても落ちないものってあるじゃないですか。これ落ちるやつでよかったですね。ゆりなは最近こぼして何かを汚してしまったことありますか？でも私よくこぼします。マジで水とかマジすぐこぼすくて、それこそ最近だと自分のスケジュール帳を水浸しにしたし、そう他に例えば水を開けるじゃん、キャップ大きいやつ2リットルの水開けて、そしたら結構負け負けっぱに入ってるのよ。でペットボトルが柔らかくて押した時へこんじゃってブシャーって水がめっちゃ負けた。だから大体買った一番最初開ける時はもうめっちゃ慎重に。なんかすごい柔らかくてペットボトルがちょっと持っただけでこう持ち上げて入れるじゃん普通だと。その持ち上げただけでへこんじゃうんですよ。だからもう持ち上げずにこうやってもうクッて力入れたらへこんじゃうから、もうでも支えないと負けちゃうじゃん。だからもうすごい慎重に最初の一杯は入れてます。はい、そうそんな感じね。じゃあ続いてがちょっともう1時間経つのでそろそろ終了にしようと思っているので、続いてのやつが最後にしたいと思います。シャンプーで洗い逃せるヘアカラーカラーワックスというものがあります。その日だけの好きな色に髪色ができます。ゆりなちゃんは何色にしたいですか？でもさ基本的ブリーチしてないと色って入らないのよ。こういう黒い髪の毛に何もピンクとか赤入れても正直綺麗なピンクとか赤にはなんない。なんか染まってんのか染まってないのかマジで分かんないみたいな。こう光に当てたら地味に赤っぽいみたいになんないしかなんないんだけど、そういうのを置いといて、1日ピンクにしたいんだったらピンクになるって言うんだったら、そうですね。でも全部でしょ。髪全部か一部とかだとそのインナーとか毛先だけだったらピンクがいいんですけど、全部ピンクはさすがにきつい。アニメのキャラクターみたいになっちゃうからちょっときついなって思うんでできないんですけど、一部だけでいいんだったら一部じゃないわ間違えた。全部で染めるんだったら、でもなそういうので染めるんだったら単体系色しかなんないから、アッシュとか言ってもアッシュにはなんないからむずいな。できるんだったらアッシュ系の色が好きで、アッシュのグレーアッシュみたいなのにとか、あとは黒っぽいけど光に当たったら紫みたいなのがいいかな。紫とか青みたいな。そうかなって思うし、でもそういうのってさ結局技術が必要じゃないですか。そういうヘアワックスで染めるんだったら例えばピンクとか赤青紫とか本当にがっつりさなっちゃうから、だとすると何色にも似合わなさそ何がいいんやろう、分からんわ、むずい。なんか似合う色があれば。でも強いて言うなればやっぱ一部とかでいいんだったらピンクがいい。そうでガッツリ染めるんだったらまあアッシュ系の暗め明るい色っていうよりかはどっちかっていうと暗いけど透明感のある色が好きです。だから私ブルベかイエベか分かんないんですけど、ちょっと診断してないから分かんないんだけど、最近さブルベさんイエベさんってあるじゃないですか。でそれによってメイク、ブルベさんに合うメイク、イエベさんに合うメイクとかいろいろあるんだけど、ブルベさんが似合う髪色が好きかな。透明色の白い感じのこのでこう透明感のある髪色みたいなのが結構好きかな、個人的にね。そううん、アッシュ系の色が可愛いかなと思います。うんかなですね。はい、まあそんな感じです。じゃあそろそろ終了にしたいと思います。ランキング13位ケランチョさん、12位ツッチーさん、11位ヤングさん、10位ジアリングさん、9位 TKHKG さん、8位 TKHKG さん、7位カイさん、6位トキタピさん、5位タカさん、4位チカイシーさん、3位ジェリーさん、2位キリアさん、そして今日の第1位が春太郎さんです。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。というわけで今日はメイクをしてみたよ配信でした。ではまあ夜にもねもうまたやろうと思います。ちょっと今のねこの時間早いやったのはただの思いつきでやったからなので夜にもう1時間ぐらいはやろうと思います。なのでまた夜に決められたお会いしましょう。ではまたね、バイバーイ。